ユウトのやつ遅くねえか？ああ、ユウトはだな。遅れてすまねえ。どうしたんだよその顔。ちょっとな。俺は有城ユウト、久保塚はじめ率いる暴走族、久保塚連合のメンバーだ。俺の顔がこんなになっちまった原因は数日前に遡る。俺たちは毎晩街にエンジン音を響き鳴らし暴走行為をしている。野郎ども、今日も行くぞ。よっしゃ。この日もひとっ走りしようとしていたんだが、え、サツだ、マクゾ。俺たちは一台のパトカーに見つかっちまった。近頃サツの監視が厳しくなってきたような気がしていたんだ。てめえら、久保塚連合とかいう暴走族だな。へえ、俺ら有名人じゃん。俺たち久保塚連合は警察内部で要注意集団とされているらしい。ばらけろ。はじめくんの合図で俺たちはそれぞれの方向へとばらけた。相手は一人、全員を検挙はできねえからな。追われた一人は自力で巻くしかねえ。そして追われることになったのは俺だった。前のバイク止まりなさい。捕まえられるもんなら捕まえてみやがれ。一瞬で巻いてやる。しかし一向にその距離は縮まらない。大人をなめるなよガキが。こうなったら奥の手だ。そして追い詰められた俺は、ほらよ、何、うわ、俺のお手製まきびしだぜ。釘を加工して作ったまきびしをばらまいた。まきびしを踏んだパトカーは見事に四輪ともパンク。ざまあねえぜ。そのままの速度でガードレールに突っ込んだ。これでパトカーは再起不能だ。くそ、あの野郎。俺は折本重春、警官だ。パトカーで暴走族のガキを追っているとまんまとやられてしまった。最近上司から努力目標という名のノルマが課せられた。交通違反の検挙を一定数行わなければならない。それが達成できなかったらといってペナルティーはないのだが。ああ、今月の検挙数なんだこれ。真面目にやってんのかてめえ。すみません、上司からプレッシャーをかけられるのだ。それが俺にとっちゃかなりのストレスだった。こりゃ廃車だな。始末書もんじゃねえか。くそ、だから俺は手っ取り早くここらで噂の暴走族のガキどもで検挙数を稼ごうと思ったんだが、失敗に終わった。ん？これは釘か。ふとやつが撒いた巻き菱を見ると、それは何やら釘を加工したもののようで。この釘にしても、昨日の鮮やかな勝利をはじめくんにも見せなかったぜ。うまくやったようだな。翌日、俺ははじめくんと二人でバイクを吹かしながら走っていた。ああ、このお手製まきびしで一発よ。何？汚ねえ真似するんじゃねえ。え？暴走族なら走りで札を負け。俺ははじめくんを怒らせちまったみたいだ。俺が小細工をしたことが気に食わなかったらしい。すまねえ、もう死ねえよ。ああ、はじめくんは初代総長として人一倍暴走族としてのプライドが高いようだ。ありゃ、その時数メートル先に停車しているパトカーが見えた。だが中に人は乗っていねえみてえだ。その辺をサツがうろついているかもしれねえな。気ぃつけて走るぞ。ああ、俺たちは警戒してさっさとその場を通り過ぎようとしたんだが、なんだ。その時急に曲がり角から昨日のサツが現れやがった。しかもなぜかその手には金属バットが握られていて、サツは金属バットを俺の顔面めがけてフルスイングしてきやがった。しかしバイクは急には止まれねえ。ダメだ、避けられねえ。そして、ユウト、バットの芯は俺の顔面を捉えた。大丈夫かユウト。顔面全体に感じたことのない痛みが走り、俺は立ち上がることができなかった。
その後、俺は病院へ緊急搬送され、すぐに手術が施された。顔面骨折。幸い命に別状はなく、脳への損傷もなかったのだが、複雑に折れた骨を修復するのは難しく、俺の顔面は陥没してしまったんだ。言うと、そんな、あいつのせいで俺の顔が、俺の人生が、いくら札だからって、これは許されねえよ。俺はあの札が許せなかった。翌日、この顔でまだ外に出たくなかった俺は、学校へ行かず、親父の工場で手伝いをしていた。俺の親父は、小さな町工場で釘を作っているんだ。今日もありがとうございます、アントンさん。いえ、お安い御用ですよ。それにしても、ゆうとくん器用だな。ずっとやってますからね。俺は小さい頃から、ここで手伝いをしている。パトカーに巻いたまきびしなんか作るのはお手の物だった。その時、ちょっとお話よろしいでしょうか。私こういうものなんですが。お前は工場にやってきたのはあの札だった。俺の顔をこんなにしやがって。なんだと、こいつが。実はお宅のご子息にこれでパトカーを廃車にされまして。これは嘘だろ。札が持ってきたのは俺の作ったまきびしだった。うちの釘であることを調べてこの工場にやってきたらしい。うちのせがれがご迷惑をおかけしたようで大変申し訳ございませんでした。そういうのはいいんです。今回はこの賠償金として100万円をいただきに来ただけですから。なんだと。だがこいつは謝罪なんて聞かず高額な賠償金を請求してきやがった。そんな金払えるわけねえだろ。ねえ、パトカー1台潰しといてただで済むと思ってんのか。確かに俺のしたことは犯罪行為。俺は何も言い返すことができなかった。ですがいくらなんでも急に来て100万円だなんて少し強引ではありませんか。誰だか知らねえが警察のやり方に口を出さないでいただきたい。まあ払わなくても構わないが、その場合今すぐこいつをしょっぴかせてもらうだけです。てめえ、ユウト、今の話は本当なのか。それはその腹いせに顔面を潰されたってわけか。顔面、何のことですかね。そして親父は一瞬押し黙り、これでどうか穏便に頼みます。親父。話が早くて助かります。親父は100万円を手渡した。それは借金返済用に用意していた100万円だった。この工場は経営難でなんとかギリギリやってきていたんだ。おい待てよ。俺は金を取り返そうと札を追いかけた。頼む、その金がねえと工場が潰れちまうんだ。それにお前が俺の顔をこんなにしたんだ、お互い様じゃねえか。俺は工場のために必死にお願いしたんだが。顔？俺知らねえよ。証拠がねえだろ、証拠が。何？こいつは自分の非を一切認めようとはしなかった。だがあの日俺を殴ったのは確実にこいつだ。これ以上イチャモンつけるんなら公務執行妨害でしょっぴくぞ。こいつの言う通り証拠はなく、あるのは俺とはじめくんの目撃証言だけ。俺にはもうどうしようもすることができなかった。そして数日後、借金を返すことができず工場は潰れることになった。すまねえ、俺のせいで。すまねえ。出てけ、もう顔を見せんじゃねえ。親父は俺を家から追い出した。絶縁されちまったんだ。1ヶ月後、どこ行こうか。俺はやることがなく一人でバイクを走らせていた。家を追い出された俺は今はとりあえずはじめくんの家に寝泊まりさせてもらっている。大破したこのバイクはアントンさんに直してもらった。だが俺の顔は治らねえ。この顔じゃ一生彼女はできねえな。うん？その時ふと通りかかった公園に目をやると、ねえ、うまいぞアイカ。あいつ、あの札が家族と楽しそうに笑っていやがったんだ。
服装を見るに、どうやら今日は休日のようだ。俺の家はあいつのせいで崩壊した。なのにあいつはどうして幸せそうにしてやがる。許せねえ。俺は自分の置かれている状況と比較し、殺意の怒りのボルテージが頂点に達した。そして俺は公園に置いてあったバットを手に取った。やつにお礼をするために。よし、次はブランコにでも乗ろうか。うん、乗る。今日は完全オフの家族サービスデーだ。普段上司やたちの悪い暴走族にストレスを溜めている俺にとって、この時間が唯一の癒しの時間だった。ん？どうしたんだ？だがその時、公園内が急に騒がしくなってきた。パパ、あれなーに？ありゃ、クボスカ連合の。怖いよ、パパ。見ると、バットを持った白い特攻服の男がこちらに歩いてきていた。それは俺がストレス発散で顔を潰した釘工場の暴走族だった。よう、マオリさん、楽しそうじゃねえか。俺も混ぜてくれよ。お前何する気だ。とにかくそのバットを置きなさい。あの後工場は潰れたと聞いている。きっとこいつは俺のことを恨んでいるに違いない。この顔のお礼しに来たんだよ。そんなことしたらお前は刑務所行きだぞ。今娘と嫁がいる。なんとかこの場を思いとどまらせようとしたのだが、顔はこんならしい。工場は潰れて親父とは絶縁状態の俺にとっちゃもうどうでもいいんだよ。むしろ刑務所生活も悪くねえかもな。まったく俺の言葉は無意味だった。こいつは人生に絶望しているようだ。だが無所に行く前にお前の家族もむちゃくちゃにしてやるよ。そしてこいつは何もためらいもなく襲いかかってきやがった。やめろ、やめろんだ。俺への怒りがこいつの理性を飛ばしているように見えた。あ、悪かった。謝るから、ここはどうか。パパ。しかし何を言ってももう止まる様子はない。お前も俺と同じ顔にしてやるよ。終わった。次の瞬間、帰りが遅いと思ったら何してんだお前。はじめくん。俺を止めたのははじめくんだった。俺の帰りが遅いのが気になり探してくれていたらしい。お前の気持ちはよくわかる。だがな、そんなことをすればこいつみたいな腐った大人と同じになるんだ。それに子供が怖がってる。この子には何の罪もないだろう。はじめくん、俺お前やっちまったな。現行犯で捕まえてやるよ。傷害罪でな。俺は無所行きを覚悟した。白昼堂々の犯行、言い逃れはできない。その時、ちょっと待った。休み中すまないな、織本。巡査部長。現れたのはアントンさんとサツの上司のようだった。アントンさんから話は聞いたぞ。今すぐ100万円を返却しろ。な、どうやらアントンさんが警察に相談してくれたみたいだ。サツの行動は全て独断行動だったらしい。それにこれはどういうことだ。これは。そしてサツの上司が見せたのは、俺の顔面が金属バットで殴られる瞬間の映像だった。パトカーのドライブレコーダーにバッチリ映っていたぞ。油断したようだな。これパパなの？最低。パパなんて嫌い、大嫌い。くそー。ドライブレコーダーの映像は3日で上書きされるため、確認されるとは思わず放置していたらしい。私の指導が招いた結果だ。すまなかった。よかったな、ユート君。ありがとうございます。その後、俺をこんな顔にした札は解雇された。そして100万円は戻ってきて、親父の工場は再開し、俺は無事に家に帰ることができたんだ。すげえ、完全に元通りだな。それからアントンさんに朝霧先生という腕のいい医者を紹介してもらい、俺の顔は元通りに治った。俺は俺を止めてくれたはじめくんと、金を取り戻してくれたアントンさんに感謝したのだった。